11月24日土曜日、清水エスパルス VS ヴィッセル神戸。監督も変わって新しい選手も入ってきて、まあ、ここ数年苦しんだシーズンの経験を生かして、やっぱり少しでも上に行きたいっていう思いでスタートして、本当にみんながこう地道にやってきたことっていうかが少しずつ少しずつこう結果として現れてきているので、本当に、まあ、結果にまだまだ満足はしてませんけど、いいシーズンにはなってると思います。本当にみんなに助けられましたし、若手も頑張ってるし、もちろん何よりベテランの選手出てる出てないに関わらずサポートしてくれる選手しかいないので、本当にそういう姿を見て自分がやっぱりキャプテンとしてやるべきことっていうのを確認しながらやってきたので、みんなに助けられた、みんながいたからこそこうやれていると思います。はい、自分が中盤でもっと主導権持ってやらないといけないし、やっぱりゲームは中盤の攻防で流れは決まる部分は大きいと思いますし、そこが安定すればより後ろにも前にも本当にいい選手たちがいるので、その力を生かせると思って、まあ、自分の責任は重いなと思ってやってきたので、それが、まあ、結果として出始めている分実感できる分はありますけど、もっともっと良くなれると思いますし、もっともっと結果を残さないといけないと思いますし、自分にさらに厳しくやっていきたいなと思ってます。はい、試合をやっていてもそうだし、練習をやっていてもそうですけど、やっぱりみんなが真面目に真摯にサッカーに向き合ってるし、自分に向き合ってるし、誰も文句は言わないし、みんながこうチームのためにやろうっていう思いがずっとあり続けるっていうのはなかなか1年通してできないことだと思うので、それをみんなでこうカバーしながらやるっていうのが自分たちの今の今年の強みになってるかなと思います。11月24日土曜日、清水エスパルス VS ヴィッセル神戸。去年の悔しさ、去年の最終ホーム最終節の悔しさは、去年いた選手は誰も忘れてないと思いますし、あれを繰り返したくはないというのはやっぱ一番にあるし、もちろん兵頭さんが言った表明して、やっぱ最後のホームゲーム、やっぱこのクラブで終われてよかったなって思ってもらえるような試合をしたいですし、まあ、何よりそれには勝ちが一番大事だと思うので、はい、そこはみんなで掴みたいなと思います。相手のことはもちろん対策はしますけど、やっぱり自分たちがこう1年通してやってきたことをどんだけ出せるか、どれだけ落ち着いて、まあ、雰囲気は本当に最高のものだと思いますけど、その盛り上がっている中でどんだけ自分たちが冷静に状況を見極めて、いつも通りのプレーができるかっていうのが大事になると思います。ホームでもアウェーでも本当に毎回毎回どの試合も本当にたくさんの声援もらって、やっぱりこの声援がなきゃプレーできないと思いましたし、これがなきゃ結果を残せない、この力がなければ上にはいけないと思いましたので、本当に感謝しかないですし、まあ、でもっと応援したいって思ってもらえるには自分たちのプレー次第だと思うので、まあ、一緒に上に行けるように、まあ、協力していいチームになりたいなと思います。はい、まずは次の1試合っていうふうに考えないといけないですし、そこで自分たちがどうするかによってまた来年どうつながっていくかっていう重要な試合になると思うので、本当にこう無駄にしたくないし、また見てる人もこう来年も楽しみだなって思ってもらえるような戦いにしたいなと思います。みんなでやりましょう。本当にそれは自分たち次第だし、サポーターは本当に力を借りてきたので、その恩っていうのを絶対こうピッチで返してみんなで喜び合いたいなと思います。ホーム最終戦、みんなの力で勝って全員で勝ち残しましょう。応援よろしくお願いします。
11月24日土曜日、清水エスパルス VS ヴィッセル神戸。